やはり、IHI 社製 XF9 を取りに来たイギリスといいますか、日英共同開発が公式に発表となり、今後、日本の F3 戦闘機開発が加速していくものと考えられます。今回は、F3 戦闘機開発ではなく、ロールス・ロイス社でも苦戦している XF9 ジェットエンジンを詳しく見ていきますね。日本の技術は、エンジンだけでなく他のパーツ群でも高い性能を誇っています。イギリスは日本のそんな先進的な技術を欲しがったのでしょうね。XF9 は超小型で高性能で総発での使用を検討されています。さて、どんなエンジンなのか見ていきます。2022年も最後の月である12月に入ったが、日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で新たな戦闘機の共同開発を行うことが正式に発表された。すでに12月に入った段階で、日本を含め複数のマスメディアがこの状況を報じてきたが、9日、ようやく公式に発表があり、日英での共同開発が本格的に稼働する、今や遅しとそのプレスリリースに目を光らせている方も多いのではなかろうか。日本の航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機に関しては、おおむね次世代戦闘機と呼称されており、同機がそうであったように、日本側が開発の主導権を握る前提とはいえ、当初は、やはり、アメリカとの共同開発が、最も可能性が高いと、召されてきた。その場合、現在のいわゆる第5世代戦闘機を、F22 ラプター、そして、F35 ライトニング2と、次々に世に送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が、マストと思われていたが、2020年末頃より、別の可能性も囁かれ始めた。それは、自国では、ユーロファイタータイフーンの代替機の開発を、テンペスト計画として推進しているイギリスとの協調であり、それに加わっているイタリアも含め、新たな日本の次世代戦闘機開発のパートナーに浮上てきたのだ。もともと、イギリスが、自国の BEA システムズ社を主幹として言っているテンペスト計画には、これまでも、日本の参加を歓迎する雰囲気が統一しており、ヨーロッパの次世代の戦闘機を開発することの主導権を強化したいとの思惑が大きかった。これは、フランス、ドイツ、スペインが進めている FCAS、フューチャーコンバットエアシステムへの対抗上からも、イギリスが自国主導のテンペスト計画への参加国の増加を推進したいと、希求していたことが大きかった。こうしたイギリス側の思惑と同様に、日本側でも、次世代戦闘機の開発には、自国の都合を、最優先可能な技術支援先を欲していたことがあり、イギリスと日本両国の、政治的な次期戦闘機をめぐる利害が、図らずも一致した形となった。この流れから、イギリスと日本とは、今年2022年1月には、新たな戦闘機に搭載することを前提とした、その機関部の開発を共同で行う実証事業をスタートさせ、前社からロールス・ロイス社、後社から IHI 社が参画することになった。イギリスのロールス・ロイス社は、自国主導のテンペスト計画でも、機関部を担当するほか、既存のユーロファイター・タイフーンに搭載されている機関部、EJ200 の大元の設計を担ったことでも知られ、世界的なエンジンサプライヤーである。ただし、テンペスト計画用の機関部に関しては、ロールス・ロイス社は、未だ開発に苦戦しているとも伝えられており、実証機を含む試作の機関部が出来上がったというようなニュースも、これまでのところは聞こえてきていない。昨年2021年に開催された、軍需品の展示会である DSEI 2021において、テンペスト計画で
採用が見込まれる機関部とは、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、2000度以上のタービン入り口での高温への耐性等が打ち出されていた。そして、これらの過程で、機関部に発生する熱を適切に冷却し、敵のレーダーセンサ等の探知から、機体そのものを目立たなくすることも、同時に求められており、その意味でのステルス性能の追求にも、注意が払われている。また、現行のユーロファイタータイフーン搭載の機関部、EJ200 に比して、10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーセンサ類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的な兵装にも使用可能とする方向だとされている。こうしたイギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画に向けた、機関部の開発への取り組みがある一方、日本で、機関部の開発に従事することとなる IHI 社も、すでに、次世代戦闘機に搭載するエンジンには、ベースができている。それこそ、IHI 社が、現、防衛整備庁からの依頼を受け、2010年から、開発を進めた XF9 エンジンであり、これに先立ち、2008年度までに、同社が開発を行ってきた XF5 エンジンをベースに、さらに、次世代戦闘機への搭載を目指したものだと言ってよい。IHI 社における XF9 エンジンの開発は、大きくは、3つの段階に分けて、年を追って進められ、最初は、2010年から2015年にかけて、高温に耐うる燃焼機と、高圧のタービン、そして、軽量なコンプレッサーなどの主要な部分の研究から始められた。そして、次の2段階目として、一部の機関は、並行しながら、2013年から2017年にかけて、前述の主要な部分に加え、吸気口のファンや、低圧のタービン部分の研究を追加で行い、次期戦闘機搭載時に求められるエンジンの必要要素を網羅した。最終的には、ここでも、一部の機関を並行させつつ、2015年から2019年にかけて、第1段階、および第2段階で得られた技術的な成果をもとに、戦闘機用のエンジンとして組み上げられ、これが、試作機の XF91 エンジンとして、完成を見た。IHI 社製の試作機の XF91 エンジンは、1機が、2018年6月に、防衛装備庁へと無事納入され、以後は、およそ2年間にわたって、その動作と性能を検証する作業が続けられ、試作機ながら想定されていた、数々の数値を見事にクリアすることとなった。XF91 エンジンにおいて特筆すべき項目の一つとして、2017年6月に達成した、タービン入り口付近の温度において、およそ1800度の高温をクリアしたことが挙げられ、世界馬と見ても、非常に高い温度で動作することが確認されている。これには、各タービン周りの部品に、ニッケルコバルト元、ニッケル単結晶調合金、セラミック元複合材等の素材の使用や、その加工技術などの難易度の高い工作工程が活かされており、当時も大きく注目された。XF91 エンジンは、全長が 4.8 メートル。ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルで、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 15.0 トンであり、戦闘機用のエンジンとしては、かなり大型の部類に属するが、その使用と性能は世界基準に達している。例えば、F35 ライトニング2が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F135 エンジンは、全長が 5.6 メートル。ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 19.5 トンとなっている。この比較で見ても XF91 エンジンは F135 とほぼ同サイズというか、よりスリムに仕上がっており、アフターバーナー使用時の推力も一見劣るように感じられるかもしれないが、前者は双発、後者は単発という、
相違点がある。XF91 エンジンは試作機であるため、これらの数値はいずれも地上で実施した検証結果で得られたデータではあるものの、最新のアダプティブサイクル方式を採用しており、エンジンそのものの大きさに比して高出力を誇っている。アダプティブサイクル方式は、搭載した機体が上昇する、巡航する、戦闘時の高機動を行うなど、様々な異なる条件下で最適な性能を引き出すための工夫で、かつ前述したように、F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりもコンパクトである。この XF-91 エンジンのコンパクトさは搭載する機体にとっては、別の用途に空いたスペースを振り向けることを可能とし、例えば搭載する燃料を増加させたり、兵装を増加させたりと、用途に応じた運用の幅を広げることに貢献するだろう。日本では、IHI 社のたるまぬ企業努力によって、このような XF91 エンジンの製作に行き着いているが、イギリスのロールス・ロイス社と共同開発を推進する中で、これまでに培われた技術が、いかに活用されるのかからも、目が離せない。台湾国産潜水艦建造計画の一つの区切りとして、ようやく進水式を迎えるとの情報をキャッチしました。今回は、台湾初国産潜水艦建造計画、一番艦進水式を詳しく見ていきます。台湾への支援国が、謎のまま進んでいますが、日本も、何かの形で支援しているでしょうが、大きな声では言えない。オーストラリアがもたもたしている間に、台湾は、一番艦を進水することに成功しています。オーストラリアも、双流型を購入してたら、今頃な。老朽化した潜水艦を更新するため、台湾は、2020年11月に、国産潜水艦の建造を開始しました。台湾メディアの報道では、9月28日に、高雄で、一番艦の進水式と命名式が行われる予定で、政府高官や各界の代表者も出席する予定ということです。台湾海軍の潜水艦戦力を紹介しましょう。1980年代に、オランダのズバールトフィス級潜水艦を土台として作られた、海竜級潜水艦2300トンが2隻、第二次、世界大戦中にアメリカで建造された電池級潜水艦2420トン2隻の合計4隻です。耐用年数切れというか、あまりにも時代遅れですよね。台湾としては、次の潜水艦を熱望していたはずです。当然、何度も後継艦の調達が浮上しましたが、やはりというか、中国の圧力、横やりによってことごとく潰されてしまったのです。この状況に変化が生じたのは2018年でした。当時のアメリカのトランプ政権が、潜水艦建造に必要な技術や部品の台湾への売却を承認したのです。中国嫌いのトランプ政権が台湾に肩入れするのは当然といえば、当然ですよね。敵の敵は味方というわけでしょう。アメリカの動きに歩調を合わせたかのように、イギリスも、1.67 億ポンド相当の潜水艦関連の技術と部品の輸出を承認しました。ところが、実際に台湾で潜水艦建造を支援している国は不明でした。アメリカ、イギリス、フランス、インド、オーストラリア、カナダ、スペイン、日本、韓国などの名前が浮上したのですが、わからなかったのです。台湾に、技術的なサポートを行った国の名が明らかにされないという理由は、
中国からの圧力が影響したとしか思えませんね。前述の通り、一番艦は2020年11月に高雄で建造がスタートしました。2023年9月に進水予定、2025年収益予定と発表されていましたが、スケジュールが前倒しされたことで、9月28日に高雄の小湊区で進水式と命名式が行われ、政府高官や各界の代表者が式典に出席する予定と報じられたのです。これが事実なら、日本の大型潜水艦と同じディーゼル多スリチウムイオン電池方式の潜水艦となるわけです。ちなみに、ロイター通信は、台湾は潜水艦建造に必要な部品や支援を確保するのに、非常に大きな困難を経験したと報じたことがあります。その一例として、あるドイツ企業を挙げています。この企業は、中国でビジネスを展開している親会社の意向という理由で、台湾との契約を突然打ち切りました。また、アメリカの同盟国で、通常動力型潜水艦に関する最も進んだ技術を持っているはずの日本でさえ、台湾支援を躊躇したとロイター通信が指摘していますが、日本、アメリカ、台湾の関係を考えると、興味深いところと見ているのでしょうか。防衛省関係者は、ロイター通信の取材に対し、台湾の潜水艦建造を支援するという構想が非公式に議論されていたことは事実だが、中国の反発を恐れて中止したと明かしました。元海上自衛隊のある人は、支援を中止したのは、中国を怒らせた場合の経済的な影響が危惧されたためで、中国でのビジネスを失うことを恐れた日本企業のロビー運動は非常に強力だと説明しました。中国とは、ビジネス最優先というのが日本政府のスタンスなのでしょう。だったら、中国の違法操業に苦しめられている日本の漁業ビジネスも重視してほしいものだと思いませんか？台湾メディアも、潜水艦で使用するリチウムイオン電池を売ってほしいと日本へ要請したが、断られてしまった。なので、自主開発せざるをなかったと報じていたことがありました。また、トルコから、タイ魚雷デコイ、おとりを調達予定だったのですが、果たして台湾が購入できたのか、まだわかりません。トルコは、バランス外交が上手ですからね、中国も台湾も、顔を潰さずに交渉できたと考えます。他国の兵器購入に、中国がいちいち文句を言う筋合いはないと思うのですが、台湾となると、別問題なのでしょう。歴史的なねじれた、深いつながりがありますから。自国領であるはずの台湾が勝手に軍備を拡張することに神経を尖らせるのは当然といえば当然ですが、台湾の潜水艦ですが、大きさ的には日本の渦潮型潜水艦くらいです。日本の場合は領海が広いという事情があって、通常動力型潜水艦は他国に比べて大型化していることを考えると、近海での運用がメインになると思われる台湾としては、順当なサイズだと考えられます。国防に関わる機密ですから、詳細な情報がほとんど出回っていません。運用が始まったら、概要だけでも情報が流れてきてほしいと思います。と言っても、進水式は今月ですが、引き渡しが行われるのは2025年ですね。本当なら、すぐにでも配備したいところでしょうが、なんとも悩ましいでしょうね。結局、どの国が、台湾へ潜水艦建造の支援を行ったかは不明のままになりそうです。リチウムイオン電池の自主開発を行ったということですが、この短期間で独力で完成させることができるものでしょうか？本当にリチウムイオン電池を潜水艦に搭載していたとして安定して動かせるなら、どうにかしてこっそり日本が開発に絡んでいたと考えるのが妥当と思えますが、政府がそんな器用な真似はできないでしょう。そうした綱渡りができるぐらいの度胸があれば、むしろ嬉しいんですけど。台湾の国情に合わせた潜水艦の設計ができるところは限られますし、フランス渡りかなと推理しているんですが、ドイツが対中政策のせいで契約を打ち切ったという企業名は謎という話ですが、潜水艦に限ってなら、かなり重要なエンジンしか協力した可能性がないと思われるのです。
今の西側の通常動力潜水艦エンジンだと、MTU、ドイツにあるロールス・ロイス社の子会社か、川崎重工業ぐらいの選択肢しかないはずです。となると、MTU が、陰で手を引いていたのか、過去に、潜水艦の実績がある、MAN、ドイツの自動車会社という手もあるのですが、この企業という可能性は低そうです。リチウムイオンに関して言えば、台湾にも、それなりの企業はあります。オーストラリアでの建造があったなら、管理が面倒な GS 湯浅のバッテリーより、商用で実績がある東芝の支部が搭載されるのではという話もあったので、万が一の安全性を担保できるなら、信頼性の高い商用バッテリーを潜水艦に搭載しても問題はないはずですが。全くの新規で、政治的な縛りなしでやるというのなら、消耗品をコッツ、COTS、コマーシャル、オフ、ザ、シェルフで購入するという手法もあります。コッツというのは、既製品で販売やリースできるソフトウェア製品や、ハードウェア製品、または一般向けにライセンス提供されるものを採用することです。新しく作るのではなく、今あるものを利用するわけですから、経費も安くできるはずですね。艦の大きさについてはまだ未公表のようですね。以前、台湾軍現役の海流型水中排水量2660トンに近いか、それよりもっと小さくなる見込みと報道されていました。それにしても、潜水艦の建造スピードは随分早いと思います。今回は進水式ですから、偽装は今後行うのでしょう。とはいえ、潜水艦の建造経験が全くなかった国が最初に手掛けた国産艦を3年で仕上げたというのは非常にスピーディーと感じます。1番艦の建造については広報の確認や工員の育成などもあるのでどんな国でも1年ぐらい長めに時間を見積もることが多いはずです。にもかかわらずこの短期間で海に浮かぶところまでよく持っていったなぁと感心します。相当急いで作ったか建造に関する労役投入のノウハウを支援者からしっかりと叩き込まれたという感じでしょうか。例えばの話、最近の日本の潜水艦ですと建造スタートから浸水まで2年、そこから偽装して引き渡しまで2年、それに配備まで1年とみなして実質5年で戦力化というスピード調達をしているので心当たりを意識したと考えれば台湾のこのスピードは納得できます。実は日本の場合、毎年、必ず、一隻の発注が来ることになっています。これは、世界的にもあまりない状況ですが、このルーティーンを、若干の無理をしてでも維持しているからこそ、こういったスピード建造ができているのです。しかし、台湾はどうなっているんでしょうね。この潜水艦に関しては、韓国の大宇造船の系列会社が起こした産業スパイ事件や、韓国顧問団の費用請求問題、台湾側メーカー担当者の逮捕など、いろいろありました。逆に、言えば、それだけ、韓国産業界の関与が深かったということになるでしょうね。韓国も日本に負けないように、潜水艦年一艦建造を行っている国ですから、その辺のノウハウが台湾に投入されているのかと推測されます。台湾の潜水艦の中身やスペックが公開されることは当分ないと思われますが、外観だけでも見えるようになるのが楽しみですね。今回は IHI 社製の次期 XF9 エンジンについて見ていきましょう。 F3 戦闘機の開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。次期 X 通信信量産化で世界のトップへ。
2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として、防衛省が開発を進めている次期戦闘機ですが、2018年、平成30年の31中規模で開発が決定。2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになりました。三菱重工業とスバルと川崎重工業が、機体の開発を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステム。東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当することになり、200人超の体制で、開発が進められていました。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が、共同開発を進めていた、BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表しました。2023年3月時点で、スウェーデンは不参加となっています。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体、IHI が、エンジン、三菱電機が、電子機器を担当することになりました。イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.PA のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.PA とアビオエアロが、開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も、参加するそうです。このプロジェクトは、2024年頃までに、各社の、詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始が目標、2035年に初号機が配備される予定ということです。次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意しています。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費について、数千億円に上る巨額な経費節減が可能になると考えられています。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS。TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9-1 です。高級車で有名なロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が、独自に開発を進めた XF9-1 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月にプロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されました。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求です。その理由は、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を機体のウェポンベイに格納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。そのため、搭載するためには、大出力でありながら、スリムでコンパクトなエンジンが求められるのです。テンペストもまた同様のコンセプトで、両戦闘機のエンジンに関わる要件は統一されていませんが、両戦闘機ともステルス性能を高めることが求められるだけでなく、
大出力が必要なのは、水力を稼ぐだけでなく、高度なアビオニクスを支える、高性能な電子機器の、大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワー、ステーション、イン、ザ、スカイであるべきという考えに基づいているのです。IHI が提供する XF9、1エンジンのプロトタイプサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズです。しかし、水力は、最大15トンを発揮することが、試験で確認されていて、これは、アメリカ空軍の主力戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターに搭載されている、F-100 と同じプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力なのです。また、F-119 とのサイズを比較すると、F-119 が、全長 5.16 メートル。道が 1.168 メートルであるのに対し、XF9、道は全長 4.8 メートル、道1メートルですから、XF9、道が、かなりコンパクトなサイズに仕上がっているかがお分かりでしょう。この XF9、道のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では驚かれたそうで、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF9-1 のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われています。XF9-1 は高圧軸と低圧軸の2軸を持つアフターバーナー付き低バイパス比ターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料 CMC を使用することで、エンジンの軽量化を図ったのです。さらに、タービン部についても、CMC、屋耐熱性の高い先進金属材料を使ったので、少ない冷却空気流量でも、エンジンが必要な推力が発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に、大きな影響を与えるテイクダクトの流路断面積の低減や、ダクト長の短縮に役立っているようです。中心部分には、高圧軸として、コンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後に、ファン3段とタービン1段の低圧軸があり、その後部には、アフターバーナーと水力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コアクドギアボックスには、大電力を発電する、スタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は、1800°C に達すると見られます。この1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンは、この温度が高いほど、高性能なエンジンと言われるので、XF9-1 のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスということでしょう。1800°C を達成した陰には、ニッケルコバルト元の国産溶性炭造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC の使用、耐寒強制コーティングの採用、さらに、ブレードの空機構による保護層の形成などの材料技術と、流体解析技術を流用したことが、大きく貢献しているとされています。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンはアダプテイブサイクルエンジンですが、これは離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせてエンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することによってバイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これによって、エンジンの推進効率と燃費の向上が期待されると同時に、外側の3層目の空気流によって、冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が容易になるというわけです。ファン排気流は、
巡航時には、ゴアケース外側のダクトを流れ、高速時には、ゴア内に排気流を導いて、水力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流すことで、水力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーで、XF91 エンジンでは、水力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されています。XF91 には、2016年度から2020年度まで、水力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性確保などを目的として、水力変更ノズルに関する研究が行われました。水力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが飛行中に噴流の向きを変えて水力方向も変えることによって飛行中の軌道に変化をもたらす装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には必要不可欠な装置で、昔はハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在はアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機で F-35B ライトニング2戦闘機に使われており、この装置が装着されれば、次期、戦闘機は F-35 のように通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在のところ、ロールス・ロイスの FCAS-TI エンジンは未完ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF91 は実証エンジンが完成している強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に引けを取らない優れたエンジンの登場を期待したいものです。